この世に生を受け、人生という重く厚い扉を開けた時、人は数多くの試練を乗り越えていかなければならない。カーツ、ゲームもしかり、幾多の試練を乗り越えてこそ真のエッジプレイヤーとなるのだ。てなわけで、今回のエッジプレイヤーへの道は風来の試練2。初めて試練2で遊ぶプレイヤーの映像を収録し、その様をみんなでワイワイ笑ってやろうという、やむといい、一人のプレイヤーが試練を乗り越えていく様を温かく見守っていこうではないかという人間味あふれる企画になっている。解説は週刊ファミ通で活躍中の青試練ジャーと試練ジャーイエロー、どちらも報復絶倒で笑いっぱなしだが、たまにためになることも言っている。それでは早速いってみよう。あなたの新様見せてもらいましょう。さあ入りました。寝てますね。この人はまるで素人なんですか。トルネコ2をやったことあると思う。なんかすごい慎重っぽいというか慣れてないというか知らないことだらけですからね。ちゃんとアイテム確認してますからね。握りを拾ったぞとか考えてますからね。カクカク動きですね。しかも身長っぽいんだけど無駄な動きを置いて行き過ぎましたね今。あ、斜め斜めみたいな感じですよ。あ、食べた。ジュースオーダー。あ、ソース装備しましたね。呪われたらどうするんでしょうね。重装装備したとか初めて見たんじゃないかと思いますけど。どんどんお腹空きますよ。気づいてるんですかね。覆面見ました。見てないですね。見てないですね。ゆぶたの石を見たんですけどね。考えてますね。説明見るんじゃないですか。深いつも深いと思いますよ。識別されてる、ね、ないからダメって。ボリュームいいな。どんどん腹が減る分拾ってるんだ。なんか平にやっていたぞ。あ、グルグル回ってる。追いかけっこになっちゃいました。あ、逃げてますね。あ、それじゃあ、でもそれじゃあ、え、あゲーム違うって。それなんか来ましたよ。モンスターから逃げるんですけど、この人。逃げちゃダメっつって。どういうんですか、どういうんですか、それなら。すごい高度なテクニック。もう見てらんない。逃げがちですね。お、エスパーじゃないですか。丸太踏んだんですね今。罠利用しますね。罠師の才能がありますね。本当もう見ました。笑えそうじゃない。笑えそうじゃない。あ、避けた。一本でも装備ですか。寝てる人に初めて勝負に行くんじゃないですか。あ、やめますね。追い上げてきましたよ。またやな。斜めか横に動いてね。そう。あ、逃げるんだ。あ、その模様に。あ、2本になりました、これ。どう行くんですか。あの右の2はね、埋まってないんですよ。なるほど。3本になりました。矢が溜まってきますね。こんな溜め方あるんですね。斬新ですよ。あ、起きましたね。溜めパターン。青鬼によりによって推し活問題ですよ、本当に。すごいですね、これ。気持ちいいんですかね。あの、埋めてないの。おにぎり取られたって。おにぎりねえぞって今思ってますから。ちょっと草なのとあれ、これもうちょっとやばいですよ。リーチですよ、ある意味。
人どうするつもりですか。なんとも言えない感じ感がありますね。無情な感じありましたね。ありましたね今のは。ため息みたいな感じでした。トドを捕まえてから。そうですね。おにぎりをとりあえず回収したいですね。来ましたよ。さあ、それで。ああ。お前は矢を何のために装備してるんだ。矢、矢。石も持ってますよね、この人。そうですね。ああ、このまま行くと永遠に追いつかないんですけど、本人気づいてますかね。絶対に追いつかないんですけど、これ。部屋で子供戦車と使い合った時にどうするかなんですけど、うわ、そこじゃダメでしたね、やっぱり。いや、出ちゃダメですよ、出ちゃダメですよ。この先なんだ。健康戦ならしますね。おもろじゃないですか。これどうするんですかね。悔しいですよ。お、ちょっとヒントが斜めですよ、斜め、斜め。まあまあ、よしよしよし。あ、そもそも割っちゃいましたね。あ、立ってましたよ、今。もう1個なんか入れましたよ、今。もう飲んじゃいました。幸せな数だったんですか。あ、食べましたよ、岡本。いいっすね。ぜひそれに。飲んじゃってますね。あ、一気に、一気に装備しましたね。あ、こうやって比べてるんだ。強さでしか判断してないこの人。あ、この選手いますよ。やばいですよ。次ダメですよ。次ダメですよ。あ、でも矢稼いでたりして。いや、そんな頭もあんねんしょ、ほら。あ、やっべー。それダメです。縦にしたの。一徹にしました。一徹は無理ですよ、もう。この人の知識じゃ無理ですね。え、どうするんですかね。いや、もう無理ですよ。終わるって。シューティングゲームか、お前。さあ、こっそりこっそり起こさないように逃げますよ。あ、お店ですね。これ見物ですね。これ見物ですよ。なんか排気が怪しいですね、ちょっと。もう開いてます。開いてますね。ね、ぜひウルバにあったしですね。うん、あ、違いますね。何の疑いもありませんね、この人に。ウルバという概念がないですね。ないですね。刀がありますね。先生はどう考えたって。855じゃん。さあ、お祓いがあるんで、ね、お祓いを読むのもいいし、まあ、そのままお掃除してもいいし、売らないんですか、売らないんですか、その重曹の盾売りませんか。売るという概念がないんじゃないですかね。ないですかね。まず話しかけますね。分かってないですからね。2回聞いてますね。あ、嘘。え、おいおい、お店とかほら、お店とかほら、業者のお店とかあるんで。家があるなぁ。まあそっちですか。まあそっちですか。まあそっちですか。うんち聞きますよ。聞きますね。あ、いいですよ、これ聞いた方が。そう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 。あ、でもすごい読んでないですよ。もう全然読んでないですよ。なんかヘリアフィってことに気づいて。
が言わないです。そうですね。プラス3になればラッキー。おすごい。すげえ。ついてますね。俺1回しか乗ったことないよ。使っていきましょうよ。一本も使ってないですね。あ、掴みました。思い出したんでしょうかね。来てますよ、来てますよ。よかったね、通路で、ね、下からも来てるよ。あ、思い出しましたね、絶対俺には矢があったんだ。やっべ、このレベルアップは美味しいですよ。そう考えると、あの幸せそう聞いてますね。聞いてますね。乗り切るじゃないですね。突然矢を打ちまくり出しましたね。あ、来ましたよ。これはそうじゃなくて、そうじゃなくて、なんだこれはという感じでしょうね。やっべえぞ。日本でやりました。いやもう分かってるんですかね、マーゼル。全然分かってないでしょうね、これ。見慣れないとこ来ましたね。そっちじゃないんじゃない。まずはその落ちてるの、落ちてるアイテムを拾っていく感じですよ。なんであれ拾わないんですかね。見もしなかったですね。そうですね。あ、エスパーですよ。なんでそこに。しかもそれを斜めに行けば。しかもなんで青い点の方に行かないんですかね、投資があるのに。どこに行くんでしょうね、なんかあの角が気になるみたいですね。角が気になりますけどね。毎回来てるよ、鉢合わせだよ。あ、お、女性ですね。あ、あ、やってた、やってた。あ、いやいや、そうじゃなくて。あ、これはおかしいってことに気づきましたか。約束なってますね。もったいない。何違いないですよ、これ。どうする気ですか。せめて話しかけてくれないですか。あ、もうダメか。もうダメなんですよ。吹き飛ばしてって、火炎とか投げるつもりですけどね。あ、やべ、これはやばい。どうするつもりですか、これ。あ、まずいですよ、これ。やっつける気ですよ。どうですか。まあでもその華々しいラストも視聴者の皆さんも喜ぶんじゃないでしょうかね。ガシよりはどうするんですかね。でもこうなると、でもさすがに何かおかしいって気づいてるはずですね。だと思うんですけどね。まあ、気づいただけバカですけどね。あ、どうするんですかね。逃げますかね。せめて逃げてほしいですね。もう最悪。なんか今、今やじし腹を決めたように正面に。そこ届かないんじゃないの。一マス分って見えましたか今。何しろもう先送りですよ、厄介、ね、のことは。てか自分が論争だろうちょっと痛いですね。それいくらやってもそこですよ。おかしいな、おかしいな。頭の上に茶色い人いるでしょ。あ、それ聞くけれども、ピザが言えんっていう。もう一発できますね。死にましたね。カーツ。さ、雑草変化の中に。あ、変化ないですね。手で入れてる場合じゃないですよ。食った方がいい。
ここにくれてる感じですね。いやもう倒すのであれば炎上、倒したらその後倒されちゃいますからね。まあ楽々倒されますよね。あ、逃げますね。うん、逃げてくれるのが僕らとしても一番嬉しいんですけれども。あー、そこ行き止まりじゃないですか。急に斜めですね。さあ、あれは何でしょう。あ、それじゃダメですよ。追い詰められました。どうする、振ってもダメだ。さっき振ったじゃん。投げて投げて、そうそうそう、識別。やっつけれるでしょうね。なんとなく僕このラストが見えてきましたよ。保存に何も入れないまま炎上読んでやられ、やってやられるっていうのはどうですか。そう、それがいいですね。派手ですね。派手ですね。兆候、保存を見つめたまま兆候。冗談のやつだな。逃げたいですね。それじゃダメなんですけどね。かなりそっち行くならそこを斜めね。そうじゃなくて、あ、お、逃げ切りましたね。どういうことですか。あ、そうそうです。行書に何ターンかするとプイってどっか行っちゃうっていう話ありましたよ。はは、でもまた来ますよ。いや、多分あれ普通の行書になってるんじゃないですか。なってるんですかね。ちょっと僕らもそういうことがないんであんまり詳しく知らないですけど。てかまず攻撃仕掛けませんからね。まだ味方と認識してないですね。味方ってことでもないんですけど、まあもうあの辺は全部割引券でしょうね。あ、案の定割引券でしたね。さあ、また来ましたよ。真っ向勝負ですね。普通のモンスターです。普通です。ちょっと手強いぐらいです。どうしてこの部屋が好きなんですかね。何かあると思うんですかね。あ、ちょ、回復したいんですね。あ、どうするんですかね、この人。あ、やっぱ、あ、やっぱそうですね、ダメですね。どっか行っちゃう時があるんですけどね、なんだかというと。そう、斜めですよ、斜めで、斜め、斜め、斜めで、斜め、いやー、ここもね、そう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 。ちょっと、あれ、どうするんですか。ダメですよ、それじゃないですよ。なんでそっち行っちゃうの。いや、マジで角が気になるんですかね。もうぐるぐる回るぞ、俺ですかね。そうそうそう、あ、出口を探してるんですね。出口っぽいし、こういうとこ。あー、なるほど、うん、ごめんごめん、そこ出口じゃないんだ。3歩作れますからね、今そんな風な状況だと。復活まだありましたっけ。復活もう一枚あるはずですね。そろそろクライマックスが見えてきましたよ。あー、秒読みかな。持ってないんですね。持ってないですね、復活は。あ、復活終わってますか。終わってますよ。うわー、詰んだかな。炎上でなんとかあるけど、その後行書人の体力もそんな残ってないと思うんですよね。あ、読みましたね。あー、死にましたね。壮絶な最後の絵は壮絶でしたね。結局保存は使わずじまいでしたね。まあ、今検討した方がいいじゃないですか。まあ検討した方でしょうね。いや、でもよくできたゲームだ、やっぱり。本当に大変楽しませていただきました。この視聴者の皆さんも喜んでいただけたんでしょうかね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。
風来の試練2面白やり込みビデオ大募集。素敵な死に様、華麗なやり込み、母ちゃんの試練2初プレイ映像などなど、独創性あふれる私もびっくりな作品をお待ちしております。審査員は試練の生みの親中村浩一と週刊ファミ通仕事戦隊シレンジャーの面々。発表は2001年春頃。ネタを仕込んでやり込んで、でビデオに大収録。優秀な作品には豪華な商品もあるとかないとか。ゲームウェブ DVD 試練限定やり込み企画、どんどん送ってくれよ。どんどん標準録画推奨だ。